こんにちは、土の子です。また音楽変わった。すげえとこだな、火山のとこだよね。さあ今日もね、アクセスキーでみんなのみーをまずはもらっていきましょう。まずはみかんちゃんだね。エナジー、エミリアさん、あ、これリゼロかな。あ、かわいいかわいい。そんな感じ一応あるね、エミリアさんの。これオリキャラかな、みかんちゃん。山口県はね、みかん鍋っていうのがあったりするんですよ。いいの作ってくれますね。めっちゃ下に僕なんか超でかいたんこぶできたみたいな感じだけど、癖あっていいわこれ。こういうの好きですよ僕。ありがとう。マーブル、まさかのね。マーブルも擬人化してくれたの。もらっとこおもろ。すげえ。ちょっと待って、目の形とかって手書きできんのこれ。なんか手書きっぽくない？オリキャラのみかんちゃんもらっとくか。なんか分かる人いるか分かんないけど、両学長みたい。オリキャラのみかんちゃんをもらいました。あ、かわいいね。なんか目の描き方とかリアルに描けるんかなこれ。ちょっとよく分かってないんだけど、ありがとう。はい、次、宮川さんのアクセスキーですね。ほうほう。キノピオ。キノピオの癖強いな。ミスターサタン、あ、ジャイコいるね。リューチェル、これあれじゃないの、公式で出たやつ。あ、出た。みんなの帽子の形とかがそれぞれ違っていいっすね。この土の子は中央に寄ってる感じかな。ありがとう。さあ次は山川さんですかね。ゲットしていきましょう。おい怖い。夢で出てくるから仲間にしとるやん。怖っ。黒死棒改変した感じかな、なんとなくだけど。おお、ニャースうまいなこれ。すげえ。モザイク処理されてるようで目が左上行っちゃってる。よっぽど上司嫌いなんだね。なんかうちの父に似てるなこれ。おお、すげえ。ウニまで描いてくれてる。僕かわいい。やるじゃん。ウニ付きは初めてだね。このうのであるやつこれ。さらに僕描いてくれて、なんか大人な僕って感じかな。鼻だけ白いのがちょっとおもろい。さあ今日ラストにしましょうか。はじっこ暮らしさんのやつだね。なんだろう。おお、すげえ。あ、ちょっと待って、すごい。レジギガス、レジギガーレジギガースがいた。好きですよ僕。ふんがふんがふんふん。あおお。怖いやつキャラのもらっとこう。うわー、レジ系めっちゃいいなこれ。うわー、欲しくなる。レジギあー。レジっすね。え、これって塗りとかできんのこれ。これ自分で塗ってるでしょ。すげえな。でき、ちょっとレジアイスもらっちゃおう。レジドラゴンとかね。レジエレキ。カイロス。うまく作ってるじゃん。あら、コイルかわいい。もらっとこう。ああ、オリー作ってくれ。すげえ。まさかのオリーいたわ。ありがとう。これは胸厚ですね。今回は僕を結構いただいちゃいましたね。ホリーとかキャラとかも良かったわ。よし、じゃあ本編進めていきましょう。エメラルドの葉っぱ狙いでいくか。止まれ止まれ止ま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 。よし、やったぜ。やったー。お金節約になった。よし、行くぞ。はあ、誰これ。え、チョコじゃん。大賢者も。え、まさかこれクッパじゃないの？あ、そしてフリスク、久しぶりフリスク。チョコ、ふう、あなたはああ、岩田悟を呼び捨てするのがちょっとツボなんだけど、お会いできてよかったです。この3人はお仲間でしょ？そうなんです。顔を取られてうろうろしていたので、このホラー穴に集めてかくまったのです。ありがとうございます社長。3人の顔はまだ近くにあるでしょう。助けに行きますか？やめときます、怖いから。そうですか、残念です。じゃあさよならみんな。ごめん、見捨てる僕をごめん。なわけないでしょ。やります。もしかして賢者仲間になるのかな？はい、もちろんです。私もご一緒しましょう。直接やった、嬉しいね。どこ行ったらいいんだろう。あ、カネピョンがいますよ。岩田悟さん、よし、ちょっと強めの扇風機を。あー、MP 消えちゃった。お手伝いします。ライトニング、天空にとどめけ。ライトニング、空にとどろけ。サンダーボルト、やった。お金ゲット。お金は大事だよ。最高。岩田悟さんは歩いてってね。僕マーブルに乗ってっから。うん、そうそう、これから私も一緒に戦いますね。さっき戦ってくれたよ。もうでも全力は出しません。あのライトニング全力じゃないの？あなたの成長を妨げないためです。あなたはこれからどんどん強くなる。そんなあなたを見守りたいのですよ。へへへ、それはさな、それほどでも。ああ、悪魔入っちゃった。フレイムタワー、やべえ、クソ強えの出た。やりすぎです岩田社長。僕が悪夢にうなされてる間にやってくれるなんて、なんて優しいんでしょうか。あ、スミレの花いいじゃん。止まれ止まれ止まん。あ、嘘でしょ。おかしいよ今の。あ、これは大丈夫でしょ。オッケー。わあ、なんかやべえのいるぞおい。やっべえのいるんだけど、ここに。まずはちょっとこっち行ってみよう。いっかー。岩田悟何が好きかな。岩田悟ってさ、なんでしょう。なんで大賢者って呼ばれてるの？そうですね、私は世界を旅する灘の魔法使いです。旅先で人々にいろいろ教えていたら、いつからかそう呼ばれていました。賢いもの、大賢者などというね。実を言うと気恥ずかしいのです。そうなんだ。大賢者岩田社長かっこいい。ああ、フリスクじゃん。マグマフリスクスライム、よしやるぞ。扇風機、ブーン、痛い。ライトニング、扇風機、まだ大丈夫、食らいなさい。ライトニング、ふりかけで攻撃チャンスを。間違えた。扇風機、マイペース来ないかな。お、来た。フレームタワー、回復したりしてしない。強い、いけー。やった。これフリスク仲間になるんじゃないの？ありがとう。つくてー。フリスクの顔飛んでったね。ホラー穴の方へ。助かったかな。おそらくホラー穴に戻って確かめましょう。マンドラゴラの花、これは行かなきゃ。ああ、まあ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 、デート券ならいいや。やめてやめてやめてデート券じゃなくて、嘘でしょそこ超えてほしかった。なんでデート券を頼む。これは来た。よしよし、早く仲間したい。一人でも多く仲間が欲しい。おーい、やった、戻った。キュ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 顔が戻ってる。助かった、ありがとう。また一緒に旅できるね。まずは1人目ですね。助けられてよかったです。行こう。オッケー、よしよし。仲間をちょっとずつ増やす系か。大魔王はなんで顔を奪うんだろう。そうですね、一言で言うと怪物を操るため。どういうこと。大魔王はたくさんの怪物を生み出します。でもその怪物たちはそのままでは弱く不完全なのです。そこに友達をカプセルを使って大魔王に従わせるのが、なるほど、そうなのです。顔って不思議だね。顔取られちゃうのか。またパピルスのとこ来ちゃった。ちょっと待っていつまでも遊び心を忘れないよ。ご存知パピルスさ、君の記憶力を試してみよう。覚えてパレードだよ。よし、やるぞ。覚えてパレード。オッケー、覚えよう。よし、行くぞ。来い。覚えよう。しんちゃん、ガール、キュアグレース、マツコ。4人。これは全然 OK。よし。余裕でした。MP 飴じゃなくてバナナ欲しかったな。チョコの顔、この辺かな。チョコ、懐かしいな。あれ？チョコってどんな顔だっけ？まあ見たら思い出せるよね。チョコの顔忘れちゃったか。あこれぞまさしくチョコの顔。もくもくチョコ。バグクラッシュ。いいぞ。僕も扇風機で。プー。あ、やばい。ああ、強いね。バグクラッシュ、扇風機、結構強い。やば。ライトニング、これで安全地帯行かせとこう。僕強いんで。やる気、あー、ケチっちゃった。炎に焼かれ灰となれ、フレームタワー。すげえ。これ僕はあれだね、メガフラワーで自分回復して。あー、やる気出ちゃったか。花が咲くよでバグクラッシュしてもらって後ろに下げる。僕守備力高いんで、はい、余裕っす。岩田悟に攻撃してもらおう。あ、来ちゃった。どうしよう、攻撃しようかな。非常攻撃、ドン。よし、安全地帯。はい、どうや癒しの輝きキュア、あキュアしてくれちゃった。あ MP バナナ、あーしまった、ふりかけでやればよかったです。だいや大丈夫、もう勝てる。ほら非常攻撃じゃい、やりましたこの終わった後のにっこりがもう最高なんだけど、毎回ありがとう。つくてーん。ふう、これで2人目ですね。うん、チョコに早く会いたいな、さっき顔忘れてたのに。ほら穴に戻りましょう。土の子様、あら何か来たんですか、誰でしょう。やっほー、俺は今ゴルシュさんのところで真面目に働いてるよ。赤座はゴルシュの元に着いたのか、頑張ってね。かんルール決めよう。部屋をいつもきれいにすること、僕の部屋汚いけどね、部屋宿屋をずっときれいにすることだよ。この世界もきれいにするんだ。自分の部屋はきれいにしてないけどね、この宿だけはきれいにするんだよ。ポン。さありゃチャカ、土の子久しぶり。大魔王にさらわれるなんてびっくり、でも助かってよかった、ありがとね岩田悟もありがとう。残りはあと1人ですね。やったー。クッパの顔そろそろかな、どんな怪物にくっついてるんだろう、ちょっと楽しみだったり。もともと怪物だもんねクッパって。なんだろう、何にひっついてるんだ。はあ結構似合ってる似合ってるやん。ゴーレムだ。燃えるクッパゴーレム。またお発火薬らしいぞ。ちょっと安全地帯行ってもらおうか。僕は扇風機でプー。さあどんな攻撃、うん大丈夫。チョコありがとう。うわいった、あーキュアしてくれたか。安全地帯で戻して、僕攻撃してからだね。うん、扇風機やる気よし、いいぞ、強いですよやる気になったら。74。ここでフリスクがまた後ろに、危ない。うんきついね。いやこれはでも大丈夫ですか。すごい一瞬で、あーマジか。添い寝添い寝来たけど今もう全開ほぼ。扇風機、にゃあもう手伝うよ。扇風機プラス1、強い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 で、僕癒してくれた。安全地帯、よし間に合った。一旦振りかけちゃって、安全地帯も戻す。オッケー、クラッシュ。これを自分直すか、メガフラワーで。ちょっと待ってね、身長が入ってこうでいいかな。避けて、危ねえ。お、好きレベルアップした。よし、回復したぜ。ありがてえ。攻撃終わりにしましょう。フレームタワー。よーし、強い。フリスク、とどめ刺しちゃってくれ。もう強いな。まだえいや、よし、やりました。危なげない。ありがとう。これで3人みんな助けましたね。でも他にもさらわれた仲間たちが。そうでしたか。とにかく一度ホラー穴に戻りましょう。そうだね。クッパに話を聞こう。プレゼント買ってきたよ、フリスク。はい、どうぞ。ナイフだよ。危ない危ない。なんだろうね、本当は。銅のコブレット、おいしそう。いや、おいしそうおかしいな。チョコじゃないぞ、銅だから。土の子、え、僕好きだったの？なんか最近好きになったばっかりなのに。コブレットで何飲むんだろう。ワインとかかな。ようやく戻ったね。もうなんかサンタでクリスマス気分じゃん、クッパ。土の子助かったよ。大魔王の城から9人で逃げたんだ。でも途中で捕まっちまっての。他のみんなは大丈夫かな。それでは城へ向かいましょう。他の6人はこの先にいるはず。みんなを助けよう。よし、火山へ向かおう。あれ、そっちなの、火山って。ミノタウロスは一応ちょっとこっち先行くか。ミノタウロス倒してから行くってこと？なんかめっちゃ強そうなんだけど、ミノタウロス。仲間が増えて賑やかになったの。一人の時は心細かったな。これからは一人じゃないことができるね。例えばお互いに助け合ったり。クッパがそれ言うか。力いっぱい喧嘩したり、それは怖そう。え、危ない時は盾になってもらうんじゃ。クッパらしいや。職業を変える力が目覚めた。へえ、ついに目覚めたようだな。大魔王の城に向かう緊張感が新たな力を目覚めさせたか。そなたと仲間たちは別の職業に転職できる。大魔王フラウィーに封印された職業も解放された。旅した職業に戻れるのだ。めでたいの。おお、どうしようかな、僕。じゃ、ミノタウロスをちょっと行ってみますか。あ、戦ってみる？ボコボコにされたりして。うわ、強そう。待て。うわ、一撃でこれ。いや、強すぎないね。待ってこれはちょっと今はできないね。これはちょっとダメだ。やっべえ、クソ強え。すっげえ強え。なんだこりゃ。逃げ帰ろう。きついね。いっか、ちょっと後で戻ってこなきゃダメだね。あれ、相当強いぞ、あのミノタウロスは。グリフォンやっつけないと。少しお待ちを。まだ顔がくっついていない。このままなら無害です。逃がしてあげましょう。うん、優しいんだね。いやいや、お恥ずかしい。そうだよね、顔くっついてなかったら別に何でもないんだもんね。よし、ここでいよいよ火山に突入なのかな。中に入る感じだよね。いやー、とりあえずみんなね仲間になったからよかったけど、全然仲良くなってねえな。まだまだミノタウロスもねちょっと倒せなかったし、もう仲間を集めてねちょっといいメンバーでミノタウロス挑戦したいかなということで、ね、今回はここら辺で終わっておきましょう。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。